昆虫は、六脚アモンの昆虫砂に分類される、節足動物の総称である。昆虫類とも総称されるが、これを昆虫と内学類を含んだ六脚類の意味で使うこともある。なお、かつては、すべての六脚類を昆虫に含めていたが、分類体系が見直され、現在は内学類の分類群が除外される。この項ではこれらにも触れてある。 昆虫は多様な節足動物の中でも特に陸上で進化したグループである。ほとんどの種は陸上で生活し、淡水中に生息するものは若干海中で生息する種は例外的である。水中で生活する昆虫は水性昆虫と呼ばれ、陸上で進化した祖先から二次的に水中生活に適応したものと考えられている。地球内の気候。 環境に適応しており、多様性が非常に高い。日本の国立科学博物館によれば、2018年時点で、知られている昆虫は、約100万種で、確認されている、生物種の半分以上を占める。未発見、未分類の昆虫も多いと推測されている。単に、虫として一般に知られる、動物群であるが、これは昆虫を専門に指す名称ではなく、 団子シくもムカデミミズなど、昆虫以外の多くの小動物をも含んだ雑多な、総称である。以下は、昆虫の一般的な特徴である。しかし、寄生性昆虫や一部の幼虫などには、これらの特徴から大きく逸脱した例もある。他の節足動物と同様、昆虫の体は、大切と呼ばれる不死の繰り返し構造でできている。昆虫では、 大節がいくつかずつセットになり、先節と直後5節を含んだ頭部、3節を含んだ胸部、11節を含んだ腹部という3つの合体節にまとまっている。頭部の大切は完全に融合して1つの構造体にまとまり、腹部は最終の大切が対価的であるため外見上は10節以下に見える。各部位の付属子やその他の付属体は、 原則として頭部には触覚、大顎、小顎角一体及び前後で上唇と、下唇角一枚、胸部には足三体、腹部には生殖肢二体と、尾毛一体がある。下唇は融合した第二に小顎であり、生殖肢は多くの場合では著しく特化して生殖器となり、付属しらしからぬ形態を持つ。呼吸器官として、器官系があり、 胸部と腹部の両側に気門を開く。水生昆虫では腹部にエラなど別の呼吸器を持つ場合がある。ほとんどの昆虫は胸部に2体の羽を持ち、空を飛ぶことができる。空を飛んだ最初の動物は昆虫だとされている。昆虫の羽の構造はグループによって様々に特化し、彼らの生活の幅の広がりに対応している。特別な感覚器官としては、 目と触覚が挙げられる。それ以外の各部に小さな受容器を持つ。大部分の昆虫は頭部に一体の複眼と三個以下の単眼を持つ。両者を有する場合、片方だけの場合、ごく一部に両方とも持たない例がある。複眼は主要な視覚器として働き、よく発達したものでは優れた視覚を持つと考えられる。また、 紫外線を視覚する能力を持っている。すなわち解剖学的に、昆虫の目には、紫外線を感知する細胞がある。人の目では、オスとメスの色の区別ができない昆虫でも、実際には、オスとメスの羽で、紫外線反射率に、大きな差がある。そのため、モンシロチョウ自身の目には、人の目と違って、 オスとメスの羽は全く別の色であると認識できているものと推察される。また単眼は明暗のみを感知する。化学物質の需要、つまり味覚と嗅覚は触覚、後および不足の先端部である、不節にある。いくつかの昆虫は個体間の誘引などの役割を担うフェロモンを出すが、その需要は触覚で行われる。 聴覚に特化した器官を持つ例は多くなく、コオロギやセミなど一部に限られる。また、1990年から2020年の間に発表された科学文献のレビューにより、昆虫には認知能力や感性があるという証拠があることが分かった。多くは卵生だが、双葉化ゲロウのような卵体性、セせバエのような体性昆虫もいる。昆虫の場合、 幼生は幼虫と呼ばれる。成虫に似た姿のものも、かなりかけ離れた姿のものもあるが、基本的には幼虫も昆虫としての姿を備えており、その意味では直接発生的である。生育過程で幼虫が成虫に変化する変態を行う。変態の形式により、幼虫がさなぎになってから成虫になる完全変態をするグループと、 幼虫が直接成虫に変わる、不完全変態を行うグループ、そして形態がほとんど変化しない無変態のグループに分けられる。成虫になるときに羽が発達するが、シミ目など羽の全くない種類も少なからずいる。昆虫の生態的な多様性は極めて広い。樹上や洞窟を含めた、地上、土壌中、淡水中にごく普通に生息し、 さらに一部の例外を除いて、ほとんどの種が空を飛ぶことができる。分布は、世界中にわたり、高山から低地まで、どこにでもおり、特に熱帯域での多様性が高い。しかし、海には、極少数の種がいるだけで、それも海ユスリカなどの長寒帯に生息する種が、ほとんどで、概洋では、 海水面上で活動する海アメンボ族の五種しか確認されておらず、完全な海生昆虫は発見されていない。これは海でのニッチがすでに祖先である甲殻類によって占められていたため、再進出できなかった陸上に比べて魚類などの天敵が多く生存競争に勝てなかった陸上や淡水での生活に特化したため、マルピーギカンが 海水の塩分調整に対応できなかった。海水中を漂う海藻の胞子などが、鬼門に詰まるため呼吸できなかったなど、様々な説がある。最小の哺乳類や鳥類を超える体重を持つ、昆虫は少数であり、小さいものは0.2ミ、mm、リメートル、5マイクログラム以下と大型の原生動物を下回る。植生の上でも、草食性、肉食性、 雑食性など様々である。草食性では、餌とする植物の種に得意性を持つ例も多く、そのため植物の種ごとに決まった昆虫がある、という状況が見られる。寄生性のものもあり、カエルキンバエや、ラセンウジバエなどは、脊椎動物に寄生する。他の昆虫に寄生する種では、捕食寄生という独特な寄生の型を持つ例も多い。大半の種が、 変温動物であり、摂氏3度以上の環境でないと成長が行われず、それ以下になると冬眠状態となる。成虫の場合、一般に低、摂氏3度以下、摂氏45度以上の環境にさらされ続けると死滅するが、卵の状態では温度耐性の範囲が大きくなるため、このまま越冬する種も多い。例外として群衆性のものには、花鉢類の一部が、 摂氏0度時に摂氏30度以上の体温を安定して保てるなど、ほぼ完全な高温性のものも存在する。設計川ラや氷河ゆすりかのように、氷点下の気温でも活動できる種もあり、南極でも昆虫が生息している。昆虫の一部は植物の受粉と深い関係がある。花粉の媒介方法としては、風と動物がほとんどを占め、動物な形は、 中梅の他に鳥やコウモリによる媒介も含まれるが、動物中立ちの中で最も多いものは中梅である。中梅のみに頼る、または一部を中梅とする花は16万種に及ぶと、される。動物中立ちの花は虫を花に引きつけるために、風梅毛と異なり美しい花や、強い香り、豊かな蜜などを発達させたが、中でも、中梅花は、 虫の強い嗅覚を利用するため、香りが強いものが多いことが特徴となっている。こうした虫の多くは、花の蜜線から分泌される蜜を食料とするほか、彼らの体につく花粉そのものも重要な食料としている。バッタ、イナゴ、蝶、蜂など多くの昆虫の血統はトレハロースであり、体内で分解酵素、トレハラーゼの作用で、 ブドウ等に変わることによって利用される。また、スズメバチとその幼虫の栄養交換液の中にもある。昆虫の血統としてのトレハロース濃度は、400から 3000mg デシリットルの範囲にある。この値は、人のグルコースとしての通常の血糖値100から 200mg デシリットルに比べてはるかに高い。この理由の一つとして、トレハロースがタンパク質に対して、 糖化反応を起こさず、グルコースに比べて生体に有害性をもたらさないためである。種類数の多いグループとしては、以下のようなものがある。甲虫類は、実際に種類が多いとされているが、飛翔能力が、他の昆虫に比較して弱く、発見、採集が容易なため、種の同定が進んでいるのだとも言える。甲虫同様、 生態が多様な背目や八目の昆虫は、実際にはカブトムシ目を上回る種が存在するのではないかとも言われている。昆虫は、地球の歴史上、4億年前、動物の陸上進出が始まった頃に上陸した動物群の一つである。なお2014年11月の大規模な分子系統解析によれば、陸上植物が出現して間もない4億8000万年前には、 原始的な六脚類が現れ、昆虫は4億4千万年前、羽で飛ぶ昆虫は約4億600万年前、完全変態昆虫は3億5千万年前に出現した。3億6千万年前に上陸した、脊椎動物の両生類よりも早い時期であった。昆虫の生活様式、形態は非常にバラエティに富んでおり、 様々な環境日地に適応して繁殖しており、その種類も非常に多い。恐竜登場前の2億から3億年前には、現在のゴキブリやトンボなどの祖先がすでに登場していた。伝統的な系統学では、昆虫を含んだ六脚類は、ターシ類と共に無角類としてまとめられ、甲角類、ハサミ角類と共に、節足動物の三つの大きな群を成すと考えられてきた。 この説では、タッシ類は六脚類の姉妹群、もしくは六脚類が、側系統群の大和類から派生したとする。これに対して2000年代をはじめとして、根本的にこれを否定する説が、徐々に、有力視される。2019年現在すべての、分子系統学的解析は、六脚類は、大和類とは当縁であり、むしろ側系統群の広角類から派生していることを、 根強く支持し、他に、神経解剖学的構造やヘモシアニンの構成にも、それを支持する証拠が挙げられる。このように六脚類と甲殻類からなる、系統群は、反甲殻類という。大足類は六脚類に類縁でなく、むしろそれより、早期に分岐し、反甲殻類と共に、大和類をなす。反甲殻類の中に、まず貧甲殻類が分岐し、 続いて、多甲殻類と、イエビ類に2分され、後者の甲殻類の中で、ムカデエビ類は六脚類の姉妹群として有力視される。昆虫以外の六脚類は、顎が体の中にあるなど、共通の性質を持つため、内角類と総称される。内角類及び六脚類は単系統とする説が主流だが、一部の分子系統では、異論もある。 昆虫砂の中では、比較的原始的な、羽のないブハネ類と、羽を複足へ畳めない、旧羽ネ類がまず分けられる。しかし、ブハネ類は、原始的な形質でまとめられた側系統だという説が1960年代頃から有力となり、それを反映した次のような分類が普及しつつある。ただし、有史、下砂などの修正された階級については研究者の、 見解は必ずしも一致していない。旧羽類の単系統制にも疑問が持たれており、カゲロウ目とトンボ目のどちらかが先に分かれた可能性がある。ただし、それを反映した分類はまだ確立していない。分類体系によって異なるが、昆虫打つなインセクタは30目を含む。以下のものは岩波生物学辞典第5版による。命名者名は省略。 なお、以前、バッタメオーソプテラとされていたものは、ガロアムシメグリリブラチジア、ナナフシメフェーズマチジア、バッタメオーソプテラ、カマキリメマントデア、ゴキブリメブラトーディアに分類される。また、ゴキブリメブラトーディア、シロアリメアイソプテラと分かれていたが、21世紀現在は、ゴキブリメブラトーディアに統一される。この場合、シロアリメの中に含まれる赤は、トガとなり、 チャタテムシメソカプテラとシラミメチラプテラは、ソアゴメソケデアに統一される。チョウメレオポドプテラの中にある、コバネガカは、トビケラメトライコプテラと、チョウメレオポドプテラの祖先形質を持っているので、チョウメレオポドプテラ、トビケラメトライコプテラ、コバネガメと提案されることもある。2002年に、羽がなく七節に似た外観を持つカカと歩き目が、新メとして設立された。 生物世界で最も種類の多い動物群であり、何らかの関わりなしに生活することが不可能なほどに、あらゆる局面で関わりを生じる。直接に人間の役に立つものを液中、人の健康、財産、家畜、農作物などに害を与えるものを害虫という。ただし、実害はない不快害虫もいれば、日常生活で液中、 外虫扱いされるものの分類学的には、昆虫以外の小動物も含まれる。昆虫採集や飼育は、趣味の一分野として有名である。昆虫標本などは、博物館などの展示物として人気があり、縄昆虫博物館、倉敷昆虫館のような専門施設もある。また、季節や天候を知るために昔から観察されることも、あり、 二十四世紀の一つ、形実として残っているほか北海道では、雪虫は初雪を告げる昆虫として知られている。古代エジプトでは、一部のカブトムシがスカラベとして、崇拝対象となった。学問の昆虫学も大きく発展し、昆虫分類学、応用昆虫学、解雇学、天敵昆虫学、衛生昆,昆虫学、方位昆虫学、環境昆虫学、 遺伝学など幅広い。最終その他の手段で入手した昆虫を集めたり、飼育したりする娯楽は、古くから存在する。ダーウィン、ウォーレスなどのタイトを排出している、博物学の祖国イギリスで顕著であるが、広く、ヨーロッパに見られ、蝶の幼虫やオサムし類を飼育する例が多い。現代では、七不シの人気が高く、観葉植物感覚で飼育される。 日本においては、平安時代の貴族階級においてスズムシ、鈴虫、松虫、コオロギなどの、鳴く、虫の飼育、鳴き声の干渉が始まり、江戸時代中期にはそれらを行商人が売り歩く、商業も確立、江戸町民を中心に鳴く虫飼育の文化が広く、普及した。鳴く、虫のほかホタルも、同様に広く取引された。こうした虫売り文化は、昭和初期には、 最盛期を迎えたものの、戦後は衰退した。もともと、これらの文化は、中国から伝播したとも、独自に並行発生したとも言われるが定かでない。また、中国では、鳴き声の干渉のみならず、コオロギの格闘を楽しむ、娯楽、糖質も古くから親しまれてきた。糖質の歴史は、 当の幻想期に遡るとされ、南宋の最小であるカニ道はこの趣味が講じて、世界初のコオロギの百科事典、即死企業を表した。一方、児童年齢の子供がカブトムシやクワガタムシなどに相撲を取らせる古典的遊びも、江戸時代からあり、それらの昆虫は、サイカチ、鬼柄、鬼虫などと呼ばれた。21世紀現在の日本には、 サブカルチャーホビーの一つとして、クワガタムシやカブトムシなどの甲虫類に干渉価値を見出し、類大飼育するファンが多く、10万人単位の愛好者がいると言われる。今日の日本においては、昆虫食はあまり一般的ではなく、どちらかというと、ゲテノ料理や珍味として扱われる機会が多い。その中で、イナゴは全国的に食べられていると言ってもよく、 チ、セミ、ゲンゴロウ、トビケラや、カワゲラ、カイコガ、カミキリムシなども食用とされることがある。商品として売り出されたところもある。2008年時点で、チの子、イナゴの缶詰は共に1トン弱、カイコのサナギが300キログラム、マユコが100キログラム、ザザムシが300キログラム製造されている。中には、長野県のチの子のつくだにのように、 郷土料理や名物になっている地域もある。世界的には、タガメやアリ、甲虫などの昆虫の幼虫を食べる文化を持っている国や地域、民族は多い。中でも、昆虫の王や熱帯から熱帯地域において昆虫食の文化は根付いている。昆虫は、タンパク質やミネラルを豊富に含んで、栄養価が高い上、 従来の家畜に比べ飼料の転換効率が良いため将来的に重要な食料となるとの見方を国連食料農業機関は示している中国の木薬を集めた本草項目には多種の昆虫が記載されている一例として品ゴキブリは車中の名で血行改善作用があるとされている学問的に薬効は必ずしも明らかになっていない例が多いが 他にも、役種の原料としてスズメバチ、あり、ゴミ虫まし、糖虫夏草などが使われたり、粉末にして、外要薬にされる昆虫もある。また、昆虫そのものではないが、セミの抜け殻はセミ体といって、下熱、鎮静、鎮静などに用いられる。世界的な人口増加により昆虫由来の資料が、研究されており、2020年4月に、 農林水産省にフードテック研究会が新設された。日本の法律は農作物を害する昆虫、ダニ、細菌などの防除に使われる薬剤のみならず、防除に有益な点滴をも一括して農薬と整理した。このため農薬として登録されている昆虫、クモダニ、細菌、ウイルスなどがあり、これらは生物農薬とも呼ばれる。これらは 法律上は農薬であるため、用法、用量、販売にも規制がある。現在日本で登録されている天敵昆虫には、温室ツ,ツヤコバチ、横筋ヤコバチ、大陸姫花ヤマ山ク草カゲロウ、波天ウ、コレマンアブラバチなどがある。こうした天敵農薬による生物的防除としては、19世紀末の アメリカにおいて、イセリア貝殻虫の大発生を原産地、オーストラリアにおける天敵ベダリア店頭の導入によって不正だ例などが知られ、成功すれば大きな効果を上げるものの、目的の害虫以外の虫が攻撃され、大被害を受けることも珍しくないため、導入には最新の注意が必要である。歴史的に最も広範に利用されている産業養昆虫として、 剣士を生産するための解雇が,がある。絹は歴史を通じて高級繊維としての地位を確立しており、これを生み出す雇を育てる養蚕は産業の一つとして成立している。解雇は家畜化された歴史が長いためすでに野生では存在せず人間の手を離れては生きられなくなっている。なお、雇以外にも剣士を生成できる虫は 山眉やその亜種である作産などいくつか存在し、クワゴと総称される。蜜蜂類は、蚕と並んで、最も重要な産業用昆虫であり、蜂蜜や、ロイヤルゼリー、さらに蜜蝋の採取目的で飼育されている。蜜蜂のもう一つ重要な用途としては、果樹や野菜といった、中倍花の受粉が挙げられる。受粉は、農業上非常に重要であり、養蜂は、 蜂蜜採取よりも受雇用の需要の方が大きくなっている。受雇用昆虫としては、この他に、マルハナバチ類も多用される。カイコとミツバチは昆虫でありながら、家畜になっていると言える。イボタロウムシも、ロウの生産に重要である。この他、海外では、赤色染料の原料として、貝殻虫類が広く利用され、中でも、 良質のコチニール色素の取れるコチニール貝殻虫はアステカで珍重されて19世紀中盤に化学染料が優勢になる前は世界で広く栽培されていた。またラック貝殻虫は染料としても使用されていたがそれよりもシェラックと呼ばれる樹脂の生産で知られておりかつてはワニスなど様々な用途に使用されていた。また幼虫を釣り絵として利用するために 類大飼育されているハエや、ハチウ類の餌として、飼育販売されているコオロギなどのような例もある。タマムシ、蝶、ガなど、色彩や、高徳の鮮やかな昆虫は、工芸品などの装飾材料にも利用される。日本で国宝に指定されているタマムシ寿司は、本来タマムシの羽を装飾として使用していたことで、この名がついており、オリジナルのタマムシ寿司で、 その装飾が失われた後も、玉虫の羽をふんだんに使用して、作成当時の姿を復元したレプリカがいくつか作成されている。モデル生物として重要なものもある。症状イやカイコが遺伝学で、あずきムシやコクヌストモドキが個体群生態学で演じた役割は非常に大きい。昆虫は、 小型で扱いやすく、狭い環境でも飼育が可能で、また短い時間で複数世代が観察できる。蒸気のような昆虫は、そのような点でモデル生物として公的であった。また、処理のしやすさについても独特である。ハワード・エヴァンズは著書、虫の惑星で昆虫の変態ホルモンに関する実験で、複数の幼虫の首を切ってつなぎ合わせて、 その変態を見る実験について説明した後、この実験を猫で行うことが想像できるかと述べている。アメリカ合衆国などでは、黒エなどが死体に散乱する特性と幼虫の成長の程度が、遺体の放置時間を推定する際の手がかりの一つとされている。医療、治療方法として、無菌状態にしたハエなどの幼虫のうじに、 幹部の餌死した組織を食べさせるマゴットセラピーがある。これは1930年代にアメリカで広まったものの、1940年代にペニシリンが開発されると急速に使用されなくなっていったが、1990年代末から再び使用が増加しつつある。蒸気のような液中のほか、人類に害を与える害虫も数多く存在する。 一部の昆虫は媒介者として伝染病の感染源となっている。こうした媒介者の中で最も有害な昆虫は蚊であり、マラリアやデング熱など様々な伝染病を媒介して2016年のデータでは1年間で死者は83万人にも上り、地球上で最も人類を殺害する生物となっている。人間だけでなく、 農作物や家畜に害を与える昆虫も多く存在する。中でも、稲子やバッタなどは、アイヘニンを起こした大集団が、周囲のすべての総本類を喰らい尽くす公害を発生させることがあり、この場合周囲の生態系は大打撃を受け飢饉が発生することもある。現代の日常会話では、昆虫を単に虫と呼ぶことが多いが、団子虫や、 船虫などの用法でわかる通り、虫とは本来はもっと広い範囲の意味を持つ言葉で、獣、鳥、魚介類以外の全動物を指す言葉であった。漢字の、虫は、本来、毒者をかたとった、象形文字であるが、蛇など爬虫類の一部や、両生類、関係動物など、果ては架空の動物である竜までを含めた広い範囲の、生物群を指す、虫の略字として、 古代から使われている。ありがとうございます。